ローカルだよ。私頑張るから。お母さん見守っててね。よっしゃ頑張った。今日から皆さんと一緒にツアーデスクでグランドアテンダントの一員として私の班で働いてもらうことになりました。吉川久美子さん。吉川さん、みんなに挨拶して。はい、吉川久美子です。よろしくお願いします。丸岡智子、よろしく。あ、時間だ。沢田、インフォメーション入ります。よし、レディーゴー。お願いします。で、エリック、出発ロビー5番ツアーデスク行こうよ。はい、マヤ先輩、お願いします。2番ツアーデスク入ります。3番ツアーデスク入ります。お願いします。お願いします。江頭主任。はい。彼女は？今日は私が指導します。お願いします。はい、頑張れよ。はい、よろしくお願いします。お客サービスか、栗山武史。このビッグイングに来るお客様全てのサービスに関して彼が責任を負ってるの。つまり私たちツアーデスクで働くグランドアテンダントの責任者でもあるわけね。あんなにお若いのにですか。そう、社員に直属の部下よ。言っている意味わかる？いえ。睨まれないようにってこと。はい、じゃあ行こう。はい。札幌発 JAL 500便9時20分着。予定通りね。失礼します。栗山さんがお見えです。入ってもらって。はい、どうぞ。失礼します。はい。出発ロビー、到着ロビーともにシフト通り引き継ぎ終わりました。そう。ああ、確か研修明けのグランドアテンダント今日からよね。はい、江頭主任が指導に当たります。江頭班か。じゃあ心配ないわね。はい。ただちょっと気になることが。何気になることって。ああ、この研修報告書によると妙なことが書かれてるんです。妙なこと？いや別に大したことじゃないんですけど、ビッグウィングに対する異常なまでの愛情がある。これ一体どういう意味でしょうか？もう書かれてある通りじゃないの？いやでも異常ってことは異常ですよね。そりゃその言葉だけ取ればそうだけど、要するに大好きってことでしょう。けどここで働いてる人間は大体そうです。それをわざわざ異常と書いたのはどういうことでしょうか？ここが一番ツアーデスク。メインロビーに面してないから他のツアーデスクに比べると比較的お客様は少ないわ。ここからじっくり慣れてこ。はい、よろしくお願いします。元気なのはいいけどちょっと声大きいかな。普通でいいから。普通で。はい。それが普通なんだ。はい、一番ツアーデスク。わかった、すぐ応援に行く。7番ツアーデスクの応援に行くけど、ここ一人で大丈夫かな？はい、大丈夫です。必要なことは研修で習いましたから。頼もしい。でも現場と研修は違うから、もしわからないことがあったら勝手に判断せず必ず私に連絡してね。はい、わかりました。あっちが落ち着いたらすぐ戻るから。いいなあ、みんな忙しそうで。私も早くメインロビーのツアーデスクに出てバリバリ仕事したいな。吉川、お前な。はい、何でしょう。一体どういうつもりなんですか。すいませんでした。急げば間に合うと思ったんです。お客様の事情も分かりますが、なんで法事が緊急事態なんですか。申し訳ございません。二度とこのようなことが起こらぬよう十分指導いたします。他のお客様への迷惑もありますが、5分10分の遅れが1日の運行スケジュールにどれだけ影響するか、栗山さん、あなたなら分かりますね。申し訳ありません。この件に関しましては後ほど総支配人より御社へお詫びに上がると思います。けどこれは全て俺の監督不行き届きです。すいません。
久美子派手なデビュー飾ったね。首じゃない。怪しい。ねえ澤田先輩聞きました？バカ久美子の話。他人の失敗を喜んでる暇があったらもっと自分をスキルアップすることに時間を費やしたらどうかしらね。嫌な態度。ねえスキルアップって何？現職研究だと思って偉そうに。だからそういうのをスキルアップって言うんだよ。もう超ムカつく。しまったことは今更責めても仕方ないけどな、今回のことはお前が考えているじゃん。大変なことだ。これは大事件だ。すいませんでした。謝るのはもういい。その代わり正直に答えろ。何だね落としたの？それはお客様が困っていたので、それでついああいうことになってしまったんです。なってしまったってお前自分でやったんだろう。はい。じゃあ今度また困ってるお客様がいたら同じことをするってことになるだろう。はい。いえ。じゃあどうする？それは困ってるお客様をなくせばいいと思います。それは無理、不可能。困ってるお客様というのはね、必ずいるの。問題はどこまで困ってるお客様をこっちがケアして、それ以上はできないという判断をこっちがきちっと下すことじゃないのか。違うか？違うと思います。ああ違う。少なくともさっきのお客様はチケットの搭乗手続きの多くが機械になってしまってて、戸惑われたからチケットの手続きが遅れてしまったんです。じゃあ昔みたいにな、航空会社全てがカウンターで係が受付やり方を目指せっていうのは。今日みたいに混み合ってる時は機械に弱いお客様のためにフォローできる人数を増やすべきだと思います。それはどこの航空会社もやってる。たまたまバランスが狂っただけだ。でしたらこぼれてしまったお客様のために最善を尽くすのが私たちグランドアテンダントの仕事だと思います。要するにあれだ、お前は反省してないわけだ。反省してます。だってまた同じようなことをするかもしれないって言ってるもんだろうが。私ここで困ってる人を見るのが嫌なんです。私にとってここは特別な場所なんです。どうして？私ビッグウィングが大好きなんです。ここで困ってる人を助けたいんです。だから私ここに就職したんです。ビッグウィングで働くのが私の小さい時からの夢だったんです。だからなんで？ここが大好きだからです。みんなそう。ここで働いてる人間はみんなそう。空港が好きで働いてんの。だからってのは自分勝手にやっちゃいけないの。それくらい分かんだろう。はい。だったらさっきみたいなの絶対するな。いいか、航空会社ダメだぞ。ダメなんだよ。いいな？はい。よし、じゃあさっきみたいなおばあさんがいたらどうしよう。何とかして差し上げたいです。お前全然分かってないよ。断るの。ちゃんと理由を説明して断るの。はい。断れるな。はい。相手が困ってても仕方ないよな。あ、それは何。はい。よし、いいか、今度あんなことしたら即刻やめてもらうからな。はい。それからしばらくの間絶対に一人で行動しないように。いいな？ですよね。これスタッフ通路に落ちてました。あ、どうも。失礼します。俺自分から志願してここの診療所へ来たんだ。どうした？君に会えるかもしれないと思って。相変わらず冗談ばっかり。
私行かないと。仕事何時に終わるの？今日は5時。じゃあここで待ってる。じゃあ待ってるからな。捕まえたからいいけどな、お前落とし物なんかわざと本人届けなくていいだろうが。インフォメーションしたい、インフォメーション。でも社員証が入ってましたし、困ってるかなと。困ってんのは俺だ。お前みたいな女を押し付けられて。大体な、人の心配する必要があったらな、自分の持ち場守れ。お前はいないから置き引きなんかにあったんだろう。すいません。すいませんじゃない、今度やったらやめてもらってきて。お願いします、それだけは許してください。私ビッグウィングが大好きなんです。あー、もううるさい。もう二度と失敗しません、約束します。もう絶対何があっても一番ツアーデスクを離れないぞ。あ、久美子、行った。見つけた。真由美先輩、圭先輩、何でしょう。ちょっとおいで。いや、ダメです、困ります。私、一番ツアーデスクに戻らないと大変なことになります。ほら、情報によると今日から新しい先生に変わってるはずよね。顔見に来た。顔だけじゃないわよ、すべて。ちょっと暇なんですね。冗談じゃ。